これは捨てるっと。燃えるゴミかな。荒木先輩、それは燃えるがゴミじゃない。腐ってはいても必要なものだ。しかしこういうのはどれも同じに見えちゃうよな。カンバルはきちんと区別をつけて読んでいるのか。無論、人間知らないものは全て同じに見えるものだ。正しい評価を下すためには知識と教養が必要なのだ。そっか、の割には結局全部ハンサムなんだよな。え？いや、結局カンバルもハンサムが好きなんだなって思って。お前本当は大して変態じゃないんじゃないのかな。ハンサムが好きって女子なら当たり前じゃないか。そのハンサムが揃っているのを見て楽しむのも当然だ。つまりこれってアイドルグループみたいなもんだろ。わかりやすく例えないでくれ。体重が150キロを超えないとときめかないとか、加齢臭に興奮するとか、そういうことはないわけじゃん。いや、それはその荒木先輩からそんなことを言われたら私はもうおしまいだ。脱ぐ、今すぐ脱ぐから。いや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 、家の中でだらしない格好をするのもまた考えてみれば普通だしな。外でも戦闘くらいなんだろ。今までいろいろ言って悪かったよ。謝ってほしいんじゃない、荒木先輩。まずは私の話を聞いてくれ。さっき電話で他ならぬお前自身が言っていたように、ひょっとしたら僕の方がいやらしいんじゃないか。違う、そのあたりはたまたまそういう本が多いだけで、もっと奥の地取りはハートな BL もあるんだ。ハンサムばかりが BL でないことくらい分かっている。ほら、よく探してくれ。おいおい、カンバル、探さなきゃないようなものは本当の自分とは。かくなる上は好意を持って身の潔白を示すしか。荒木先輩、お覚悟。覚悟って。大丈夫だ、痛いのは最初だけだ、すぐに気持ちよくなる。荒木先輩もなかなかいい体をしているではないか。私好みの筋肉だ、実に触り心地が良い。キャーキャー、こら暴れるな、パンツが脱がせにくいだろうが。僕はこれからいついかなるテンションの時に八九時を見かけたとしても、決して出会い頭のセクハラ行為には及ぶまいと、そう誓ったのだった。